安門滝は、青森県中津軽郡西目屋村に位置する滝。岩木川上流の白上山地内の安門川に架かる。安門の滝とも書かれる。3つの滝から構成され、上流側に高さ42メートルの第一の滝、その200メートル下流に、同37メートルの第二の滝、さらに160メートル下流に、同26メートルの第三の滝がある。 白神ライン沿いの西名屋村西部にあるアクアビレッジアンモンという観光宿泊施設が観光地点となっている。ここからアモン滝へは、安、角川沿いに遊歩道2 3トルを約1時間程度で到達する。ガイド付きの散策もできる。アクアビレッジアンモンには貸し長靴や温泉、売店、食堂、宿泊施設、オートキャンプ場、 コテージなどの観光施設が完備している。第2の滝への道は、滝壺の左岸につづら折りになっていて、滝の落ち口付近はトンネルが掘られている。このトンネルは1963年に西目屋村の村長が掘らせたもので、1964年の安門滝観光は盛況だったと言われている。完成8年11月1日に安門滝を訪れた。 気候文として、菅江真澄の雪の諸滝があり、滝や木こりの生活を描写している。諸滝というのは、第三の滝は二つの急流が合体して、一つの滝として流れているためであり、菅江真澄は、現在のように滝の下から眺めたのではなく、滝の上に通じる道がありそこから眺めたのではないかと、する人もいる。菅江真澄は、 津軽藩にこの滝の見学を何度か要請しているが、その実現が真冬になったのは、当時この地区で津軽藩は消しを栽培しており、患者ではないかと疑われた菅江雅美を警戒したためだとも言われている。またこの滝は安門の滝とされていたが、一般人が観光目的で訪れないように、津軽藩は安という文字を使い印象を貶めようとしたとも言われている。通常は、 下流から第1第3の滝と番号が付けられるが、この暗門の滝では逆になっている。それは、菅江澄のように上流からたどるルートのせいとも言われている。ありがとうございます。